お前たち一体どうしたっていうの。なんでオレンカと戦争なんか。久しぶりだなゼザール。まったく王子のくせに出しゃばりなところは相変わらずか。ふん、4年ぶりだな。お前こそ何にでも首を突っ込むその暑苦しさは健在のようだ。しばらくあのうちに少しは大人になったものと思っていたが、絶望的なまでに熱血バカのままだな。あ、熱血の何が悪いんだよ。お前だって本当は熱血バカのくせに、このカッコつけ王子。やはりお前には俺の美学がわからんようだ。ちょっと二人とも、いきなり喧嘩するのやめなさいよ。私たちはセザールを説得しに来たんでしょ。説得だと。なるほどな。お前たちはオレンカに味方しているということか。見損なったぞ。正義は我にあり。裏切り者には俺が引導を渡してやる。セザール、話を聞きなさいったら。王子様は本気のようだ。こうなったらあんたたちも腹をくくって戦うしかないよ。あいつ昔から一度怒ると手がつけられなかったからな。そっか、セザールは怒ってるのね。とにかくあいつは何か誤解してるみたいだ。ならぶん殴って目を覚まさせるまでだな。行くぞ。始めよう。行くよ。鉄砲だ。正義は我にあり。お前たち相手だろうと手加減せんぞ。こっちだって手加減なしだぜ。絶対お前の目を覚ましてやるからな。ちょっと熱くなりすぎないでよ。けど本気でやるしかないのね。あんたたち、あの王子と結構な因縁があるみたいね。難しいことはオイラよくわかんねえけど、あいつ悪いやつじゃないぞ多分。いいとか悪いとかの話じゃないわよ。とにかくさっさと終わらせましょう。レイミな、なんと凄まじい攻撃ですな。あの王子様、大した剣の使い手だね。みんな離れていても油断は禁物だよ。さあここからだよ。切り裂け。こっちの話を聞く気になるものか。ジャイワール、ジャイワール王の怒りを思い知れ。ねえあそこ、弓陛下、放っておくと厄介だね。奴らを先にどうにかしないとな。よし行くよ。ここからだよ。
私が追い込まれるとはな。落ち着いて、お願いだから私たちと話を。ジャイワールの誇りにかけて差し違えてでもお前たちを撃つ。申し訳ありません。戦いでもみんなの模範でありたいものね。
何か得ようかの。よし。ではな。おう、よく来たな。ありがとな。また来てくれよな。